クラガルフはアメリカ海軍の護衛空母。コメンスメント米急航空母艦の4番艦。艦名はソロモン諸島のクラーにちなんで命名された。艦名は当初バーミリオン米であったが、1943年11月6日にクラガルフに改名される。ワシントン州タコマのトットパシフィック造船所で1943年12月16日に寄港し、 1944年8月15日に、ドロシーモットによって浸水し、オレゴン州ポートランドのウィラメットアイアンスチール車で竣工する。1945年5月12日に、ポートランドで JW キング艦長の指揮下収益する。西海岸での成長及び夜間空母訓練後に、クラガルフは8月5日に、サンディエゴを出港、西太平洋で第七艦隊に加わる。 新珠湾及びマーシャル諸島経由で9月14日にフィリピンのレーテ湾に到着する。続く2ヶ月にわたってクラガルフは沖縄から東、シナ海をパトロールしサイパンとグアムの間を往復した。その後マジックカーペット作戦への参加を命じられ600名の機関兵を乗せて11月17日にグアムを出港12月4日に サンフランシスコに到着した。12月10日から1946年1月10日の間にクラガルフは再び極東へ戻り、天津及びチンタオで1520名の帰還兵を乗艦させ、サンディエゴに1月26日到着した。2月26日に東海岸に向けてサンフランシスコを出港し、3月16日にノーホークに到着する。 その後7月3日に、ボストンで退役し、大西洋予備役艦隊入りする。朝鮮戦争の勃発で艦隊の増強が急務となり、クラガルフは、ボストンで1951年2月15日に、アルデン・ディー・シュワルツ艦長の指揮下最終役する。グアンタナモアンで成長後8月6日に、ノーホークを出港、モロッコのカサブランカに向けて航空機を運搬する。9月1日に、 ノーホークに帰還し、続く15ヶ月間クラガルフは、ヘリコプターパイロットの訓練、対空、対潜水艦演習、戦闘機パイロットの訓練に従事した。1952年5月にクラガルフは、プエルトリコのビエケス島で、海兵隊のヘリコプター訓練を支援した。10月には、ラブラドール地方に向かう輸送船団への対、潜水艦護衛部隊として投行した。 その後1953年1月から7月まで近代化オーバーホールが行われ、改修が完了するとカリブ海を呼び大西洋岸での対空、対戦水艦演習を再開した。1953年から1955年までクラガルフは大西洋艦隊の紹介、攻撃演習において完璧な対戦水艦戦能力を提供した。クラガルフは 海軍の対戦水艦戦略の開発において重要な役割を果たした。加えてヘリコプター運用戦略の発展にも寄与し、ベトナム戦争での共産勢力との戦闘に大きな影響を与えた。1955年2月と4月にビエケス島で行われた海兵隊の垂直上陸攻撃演習を支援し、その後ノーフォークに4月26日に帰還。 5月13日にボストン海軍造船所入りし、8月19日にはフィラデルフィア海軍造船所で不活性化オーバーホールを行う。1955年12月15日にフィラデルフィアで予備役となり、大西洋予備役艦隊入りする。1959年5月7日に悪フマイナス8に艦視変更される。ベトナムで共産勢力の攻撃が拡大すると、 アメリカ合衆国は南ベトナム共和国の独立を守るために大規模な介入を開始する。これにより大規模な補給の要求が生じ、クラガルフは1965年6月30日に海上輸送司令部へ転籍、ユッスンズクラガルフへ船体番号が変更された。1965年の夏には第一機兵士団のヘリコプターと兵員を 東海岸からベトナムへ輸送した。その後も西海岸の港から南ベトナムのアメリカ軍基地への往復輸送任務を継続した。ありがとうございます。